何をする気だ、俺の赤ずきんちゃんだぞ。ヴィランの沼に叩き落としてやるぜ。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおっけんです。ついイワシの群れと並走してしまうのが癖になっているさやです。めちゃくちゃ泳ぐの早いじゃないですか。私もいつかあれになりたいんだ。何？スイミング。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、俺ははんぺんだが。知るか。だからなんだ。はい、ということで今回ですね、こちらです。はい、童話、童話、童話と書いてありますが、こちらはですね、はい、今回タイトルにもある通り、はい、もう皆さん大好き大人気のあの企画でございます。はい、ということで今回やっていく企画はこちら、リド、プロの絵師がグリム童話の登場キャラクターヴィラン化してみた。ふぅー、前橋行き。はい、はい、ということでですね、ディズニープリンセスのヴィラン化が2回やって、うん、2回やって、鬼滅の刃の柱のヴィラン化、要するに鬼化があるから3回目がそれで、はい、で今回4回目、満を持して、はい、グリム童話ヴィラン化。え、それって本当は怖いグリム童話ってことですか。いや、まあそこにも通じてくると思うんだけど、グリム童話とは、はい、はい、ヤーコプとビルヘルムっていうね、はい、そのグリム兄弟が編纂したドイツの昔話集ってことなんですけど、グリム童話っていうのはグリム兄弟が書いた物語ではない、厳密に言うと、うん、集めたもの、集めた物語、うんうん、でもね、勘のいいガキの皆さん、勘のいいガキの皆様ならあのお気づきかと思うんですけども、はい、グリム童話ってね、はい、もういろんな設定の原石がゴロゴロ転がってる。いや、もうそうですよ、はい、闇とね、うん、闇と闇となんかが、ちょっと待って、ゲンさんの好きなとこしか抽出してないしてなくないですか。いや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 、でもね、今回ねグリム童話のヴィラン化っていうと、はい、あのいろんなとこから集めてきたやつだから、いろんなものの原作になってるわけですよ。実質ディズニープリンセスヴィラン化に等しい。あ、まあそうよね、そう、グリム童話原作のものがありますもんね。ありますよ、ディズニーだと塔の上のラプンツェル、これ1回目でやりましたね。そうですね、はい、あとは白雪姫とか、はい、この間のヴィラン化のパート2でやりましたね、はい、ということでですね、夏目さんちもね、また自分たちの性癖に素直にヴィラン沼に沈めていこうかと思います。はい、はい、第1回戦でございます。イエーイ、はい、第1回戦はもうこちら赤ずきんちゃんです。はい、もう皆さんご存知のこちらの赤ずきんちゃんは、ね、お使いに行った赤ずきんがなんやかんやであの狼に食べられてしまうってお話なんですけども、それでグリム童話って一個ポイントがあって、うん、内容が結構変わるんですよね、国とか時代とか場所で。おばあちゃんと赤ずきんちゃんが食べられちゃった、うん、っていうところまで皆さん知ってるよね。そうね。でその後、うん、狼のお腹を切り開くか、もしくはそこから出てくるっていうストーリーしてるよね、みんな漁師によって助けられて。おばあちゃんが縫い直して石詰めたって結構ポップな絵柄で、みんなさ見なかった？石詰めるってさ、この年で考えるとさ、なんて恐ろしいことを考えるんだって、とんでもない拷問してるんだけど。でもこれって結構みんなが知ってるストーリーでしょ。そうね、これがグリムなんですよ。でただ原作めちゃめちゃ普通にバッドエンドで、はい、赤ずきんちゃんのさらに原作はフランスの詩人のシャルル・ペロー作の赤ずきんなんですよ。へー。狼はね、おばあさんに変装して、うん、先回りして赤ずきんを騙して食べて終わり。テレレレレでは時間は今回も目つぶって決めちゃおうかな。10分間に行きなさいよ、そこは。行きまーす。はーい、よーい、赤ずきん。石詰めようぜって考えたの誰なんだろうね。恐ろしいよね。おばあちゃんかな。あ、でもなんかさ、おばあちゃんが言ってたようなストーリーも見たことあるけどね。確かに、おばあちゃんなのかな。おばあちゃんの知恵袋じゃ、石詰めるのじゃ、これでやつ二度と起き上がれまい。おばあちゃん怖い。おばあちゃんに石入れる、やめろよ。おばあちゃんなんだと思ってる。おばあちゃんのお腹はどうしてそんなに膨らんでるの。石が入ってるからやよ。おばあちゃん。お昼ご飯に間違えて食べちゃったんだよ。ロックすぎるだろ、今だけに。うるさ。はい、はい、ということで1回戦目、赤ずきんちゃんのヴィラン化、せーの、ドドン。なんか、はい、すっ
きっそ。はい。まあ、これはですね、はい、この赤ずきんちゃんはですね、大麻のとんでもない力を持つタイプの子なの。魔物界の中では、やっぱりあるわけですよ。大麻力の一番でかいやつを食って取り込んだやつが最強のモンスターになれると。そういう噂にこう、引きつけられて、もうずっとハーハーしながら後ろで舌なめずりしてるのよ、この狼。食っちまいたいけど食っちまえないのよ。ああ、うん、うん。そういうやつです。うわ。で、それについて、漁師さんは、うん、まあ、漁師というか、うん、ハンターなんですよね、うん。その手のハンターの漁師さんが、はい、この女の子の存在に気づき、はい、すごいハンターの素質があると、この子は、うん、ああそういうことね。そうで、だからじゃあ何がヴィランかって言うとですよ、この世界にもっと悪いやつがいる、いいやつの悪いやつです。なんかの動画で言ったんだけど、ヴィランっていうのは主人公たちから見た悪役なわけですよ。あ、そうね。この世界では、うんうん、主人公風のやつらがいるわけよ、うん、あー、なので、はい、こうダークヒーロー的な。やばい、もうゲンさんの性癖グラタン食べて、うん、火傷して口の中ベロンベロンだわ。いや、先生ちょっと、はい、衣装デザインに力を入れて。めちゃめちゃでもデザイン可愛いね。なんか広がってて、ね、ひらひら可愛い。可愛いわ。まあ、娘として育てられてはいるんだけど、はい、もう暗殺者みたいな育て方をされている。お母さんはおばあちゃんに対してものすごい恨みがあって。ああ、そっちに？こいつは絶対にいつか殺したらって思ってて。うん、で、それのために生まれたのが、恐ろしいアサシンとして育てられてしまった赤ずきんちゃん。あ、そういう感じなの。はい。で、どうしたのこいつは。こいつ、うん、赤ずきんちゃんが物々しい雰囲気でおばあちゃん家に向かっていくところを、うんうん、目撃してしまったんだ。目撃してしまったんだ。赤ずきんちゃんを今から送ろうとしているおばあちゃんと、はいはい、お母さんがめちゃめちゃ恨みに思っているおばあちゃんっていうのは実は双子で別の人なの、うん、で、そのいいおばあちゃんにずっと助けてもらって、いつも世話になってるばあちゃんをこの子が殺しに行こうとしてるから、こうどうにか止めようっていう。なるほどね。これ声優山口勝平さんとかやばいやって言ってな。赤ずきん、はいはいはい、主人公は狼くん。なるほどね。はい、はい、ということで1回戦目赤ずきんちゃんでした。はい、赤ずきんちゃんでした。はいはい、さあ、ということで第2回戦でございます。これはみんな来ると思ってたし外せんやろっていう、うん、はい、まあ、ということで、はい、ヘンゼルとグレーテル、ヘンゼルとグレーテルはもう有名なお菓子の家と魔女のあの童話ですよ、うん、父母に捨てられた子供が森で迷ってたどり着いたのが魔女の家っていう話だったじゃないですか、うん、そうね。で、この物語って、飢饉で困った親が口減らしで子捨てをするっていう話なんですけど、まあ、だからそういう時の大飢饉の記憶を伝える話っていうの、やばくない？これもう素材がすごくない？魔女、親に捨てられた兄弟、ショッタロリ、ありがとうございます。ありがとうございます。これいくらでも作れちゃいそうな優秀な素材なのでね、はい、はい、早速やってっちゃおうかなと思うんだけど、いきましょう。よーい、ヘングリー。やべ、棚下ろした。棚下ろしちゃった、うん、やった。また棚、いや、受注生産した。興奮すんのやめろよ。どうしたんだ急に。嬉しくなった。あ、嬉しいことですね。でもやめろよ、だから。別に酒入ってるわけじゃないんだからね。ショタの膝が入ってるだけなんだから。ショタの膝が入ってるってどういう状態だよ。これあのヘンゼルとグレーテルの話って、うんうん、お父さんは割と乗り気じゃなかったの。あれなんだよ、あのお母さんはママ母なんだよね。いや、もう面白い話があって、本当は実母で書いてたんですよ、元々は。両方とも実の親なんだけど、うんうん、そのお母さんがひどいやつで子供を捨ててくるっつって捨てちゃう、うんうん、それを実の親が子供に読み聞かせる、何な物語をお前ら作ってんだバカ野郎っていうクレーマーが殺到したんですよ、うんうんうん、だから海底でママ母になりました。はい、ということで10分経ちましたので、ヘンゼルとグレーテルヴィラン化、せーの、デドンテルテル、メカメカ、何それ、何が起きたの。ちょっと妹のグレーテルちゃんはね、はい、巨人ちゃんなのよ。巨人ちゃんとね、ショタがセットなのめっちゃ好きなのよ自分。彼はもうこの飢饉の時代に、はい、とても超優秀な食べ物を生み出す力があったと。はい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 。まあ、妹は、うんうんうん、あの徐々に体がどんどん大きくなってしまう。で、だけどお兄ちゃんほらちゃんとした格好してるでしょ、うんうん、貴族様たちのためにこう食料を供給するために、うんうん、もうそれはそれは大事にされてる。はいはいはい。そうで、妹はもうこんなにでっかくて場所は取るし、うんうんうん、飯も食うし、はい、邪魔だしっていうことでめっちゃいじめられてるの顔が。あ、そういうことなんね。そう、この時代だと、うん、このまま食料にされちゃう、はいはいはい、食べるとこいっぱいあるから、うん、まあ恐ろしいな。そうで、妹の危機を知ったお兄ちゃんが妹と一緒に逃げるっていう物語、はい、あっていう大きな妹とちっちゃいお兄ちゃん。妹がさ、うん、見境なくさ、もう結構人としての意識もないぐらいでさ、うん、進撃の巨人の巨人ぐらいさ人食っちゃう妹をさ止めてるお兄ちゃんもよくない？めっちゃいい。分かってるか。今日これで完璧だ。お前の趣味知ってんの、終わらすなよ。だから俺まだ喋ってないだろ。はい、じゃあゲイさん、なんか
すごい強い魔女いるけど、うん、あ、それはお菓子の家にいた魔女です、うんうんうん、もちろんこれはグレーテル。グレーテルじゃん。ヘンゼル。嘘。どうしたの。まずね、さっき話したヘンゼルとグレーテルの話はそのままですよ。実母とジップは捨てるわけです。でこの魔女はですね、最初はあの老婆の姿をしてるわけよ。ヘンゼル食ってやる、お前も殺してやるぐらいのさっき頼まれのシーンで、この子の憎悪のマックスの瞬間で自分のことを殺すまでが試験だったっていう。合格した瞬間にこの姿になるの。でそこで魔女が最後にこの子の特殊能力の力をこじ開けちゃうと、うん、だからこの子は超能力が使えるようになります。なんか鍋に放置していた5日目のシチューみたいな、うん、っていうんだけど、ヘンゼルも同時に覚醒させてみたの、うんうん、したら耐えられなくて副作用で赤じゃなっちゃう。グレーテルはお兄ちゃんを元の姿に戻すためにここから戦いが始まるわけです。そして自分を捨てた親への復讐、こんな世の中にした世界への復讐をこの魔女と一緒に世界に向けての仕掛けていくわけです。10年後に幼女から年頃になったグレーテルと赤ちゃん状態のまだの戻ってないヘンゼルが旅に出るわけです。今この世界でもう一人目覚めた、どこどこにいる灰かぶりの娘と言われた女を探してくるんだって言われて終わるわけですね。3回戦で死んでるのですよ。はい、まあだからということで、あの何で驚きもなく、だってあの魔女が言ってくれたでしょ、シンデレラです次は。いはい、まあまあということでちょっと切り替えてね、シンデレラの説明しようかなと思うんですけど、はい、まあディズニー映画の、え、そうね、もう、うんうん、言わずと知れたシンデレラストーリーって言われてるわけですね。うん、でシンデレラのタイトルに関して、ドリーム童話のバージョンの現代はアシェンプテル、これもドイツ語で灰かぶり、さっきね1回戦で出てきた赤ずきんのほらシャルル・ペローさんの童話にも入ってるのよ、シンデレラって。へー、それがタイトルがサンドリオン。あー、なんか聞いたことあるな。しかもこのサンドリオンっていうのも同じ意味で灰かぶりっていう意味なんだけど、うん、あ、そうなんだ。そう灰かぶりまくってるのが流行してたってこと、ね、まあ、そういう流行してたというか、まあ同じところからのね、やっぱ灰はかぶるものみたいな。灰かぶってないの、遅いみたいな。遅いとかじゃない。やだな、そんな文明のブーム。まあ灰かぶりっていうのは、うん、シンデレラがすすけた暖炉の中を掃除してるところを、うん、ママ母とか、そんなこともさせられてるぐらいっていうね、いじめられてた、いじめられてたっていうことですよ、うん、こんな貶められてる女の子ヴィランにならないわけないじゃないっていうことで、はい、最終戦シンデレラ灰かぶり姫やっていきたいと思います。白雪姫もさ、本当はめちゃめちゃ怖いんだよね。そう、白雪姫も最後お母さんに復讐するんだよね。お母さんにすごい復讐するんですよね。でもそれやっぱそう思うとさ、やっぱさ、うん、白雪姫もママ母だしね。そうなのよね。さすがにさ、あのグリム兄弟もさ、うん、ちょっとこれママ母の方がいいんじゃねえ。これちょっとあの怒られんじゃねえつって、グリム兄弟ももしかしたらひよったのかもしれない。これ PG18 じゃねえ。残りね2分半なんですけども、はい、皆さんここらでですね、うん、ちょっと最近クイズ出すのハマってまして、はい、クイズ出してもいいでしょうか。オッケー。A 名の A 大のシンデレラの名前の由来は何でしょうか、うん、ヒントは英語で灰はシンダー。お、シンダー。じゃあということはエララまでが何かというわけでは、うん、何かというわけですよ。シンダーレラレラ、シンダーレラレラ、私の名前は灰かぶり姫、シンダーデラデラ、シンダーデラデラ、英語でどうしてシンデレラなの。一回止めた方がいいかな。他の国ではシャングリラ、シャングリラと関係があるのでは。ないです。ピンポーン。はい、正解は、はい、シンダーとゴリランダー。ポおい、ということで正解は、はい、この子の名前はエラちゃんです。エラちゃん、あ、シンダーエラで、シンダーエラということでシンデレラ。そうなんだ。でございます。一つ賢くなりましたね。ということで第3回戦目、灰かぶりのエラちゃん。はい。せーの、デルドン。怖っ。え、目覚めたとかいうレベルじゃないじゃん。もともとその素質しか持ってなかった感じじゃん、うん、もうなんかそういう概念で生まれてきたタイプの子じゃん、うん、悪という概念で生まれてきた子じゃん。そうだよ。いやいやいや、違う。この子は魔法の力で王子様とのすべてのものを奪われ、王子様と結婚の直前まで行くも、うんうん、大事な人になるも、うんうん、それもママ母と姉たちによって奪われ、限界を迎えた時にグレーテルちゃんが来るわけです。
魔の力的なやつが凝縮されたもう真っ黒の球体をこの子の元にグレーテルちゃんがコロンと落として地下室にコロンコロンコロンと落ちてるわけですよ。うわこれ絶対だってさ地下室のさ一番上から落っことしてさ徐々にさ階段をコロ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 転がっていくさシーンがさ冒頭に挟まれてたな。でそれでさこの子がさこれは、うん、つって拾った瞬間にさサラ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 ってジュワーって様が溶けていくの、うん、その後に体からブワーって炎が出て家の地下室ごと家をバーンって飛ばしてそこの目の前に、うん、あのママ母と姉がいるよ。その姉たちを一瞬で消し済みにするわけよ。だからこの後のシンデレラはなんでハイカブリ姫ってそいつが通った場所は全て焼け焦げて灰になるからですよ。好きだなそういうの。好きだな。はい、ということでさやさんですけど、はい、この子実はもうすでにお話の中に登場してる子になるんですよ、うん、お、はい、そうなんだ。いやもう常にママ母と戦い続ける子なんですけど、まあとりあえず意地悪なお母さんとお姉さんがいるうちにこう一緒に住むことになって意地悪されてるじゃないですか、うん、で魔法使いにガラスの靴を授けられて王子様と結婚して幸せになりました、はい、でまあこの魔法の靴は実は魔法の靴なので、うん、魔女になっても本当に魔女なの？魔法使いを継承したと言っても過言ではない状態です。なるほどね、はい、だけど、はい、彼女のママ母との戦いはまだそこでは終わっていませんでした、はいはいはい、中世ヨーロッパのあの時代でさ急に王子様がさ一般家庭のさもうボロボロの女の子をさ嫁にもらったって言ったらさ、はいはい、もうあの王子様がみたいなもう嫉妬の、うん、対象になるわけですね。そう嫉妬の嵐ですよ、はい、それでもう結局王子様と幸せになることはできず、うん、お城から追放され不幸、はい、になってしまう。魔法の力を持ったのはそして彼女の恨みはねママ母に向くわけですよ。そう彼女こそあの赤ずきんの母なんです。この子を育てたお母さんはシンデレラだったというそういうわけです。オムニバスっちゃったね。オムニバスってますよ。いやー今回なんか壮大になりましたね。なんかこっち側はなんか割と私が好きだなっていう感じだし、うんうん、こっち側も2年経ったグラタンだったの。もう腐ってんじゃねえか。しすぎてビビる。本邦初公開さやさんの下書きシーンでございます。確かに確かに、はい。そしてトレースをしてマスキングテープを貼ってしかしこれに一番緊張しているさやさんは髪が裏表逆ださすがのまるちゃんもびっくり。いやもうね今まででね一番ねちゃんと皆さんに見せてますよ作画工程。はい、ゲンさんがもうムラムラしちゃってもう、いやもうね、もう動画作りてえっていう欲が爆発しました。そう、ほらさやさんこれ倍速してないんですよ。早いですよね。すごい早いペン入れ。大変、眉毛がない。やばい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 。行こうよポチゴロウさん、ベーコンさん、イエーイ、色塗りしていくわ。これはカラーインクですよ皆さん、もうおなじみのね。クライヤー、おなじみのね。なんとドライヤーがリアルタイムドライヤーの音声が録音されております。はい、あなたのお近くのさやさんは今ドライヤーをしていますよ。いくぜ、仕上げていくぜ。クライ、これが俺の赤ずきんちゃんだ。スキャナに入らなかったの。フォトショーを開いて。な、何をする気だ。俺の赤ずきんちゃんだぞ。ヴィランの沼に叩き落としてやるぜ。何の躊躇もなく黒入れやがった。ベタッとさやが頑張って塗ったところをね塗りつぶしていくこの快感よ。顔色が悪い。いやフォトショーっていうのはね楽しいもんで、あのこれ歪み補正でね目も変えられたりするんですよ。そうですね、いろいろなんかこう、はい、一体どこでつけてきたシミなんでしょうかね。さあ赤ずきんちゃんがビャンカしましたよ。なんてこったー。
いや、あの、新しい試みだったんじゃないでしょうか。はい。ゲンさんの高笑いがより響く動画になりましたね。素晴らしいですね。はい。はい、ちょっとあの、ゲンさんがね、時々動画編集したくなったら、またこんな感じの、ちょっとスタイリッシュめなタイムラプス、撮ってみたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくしてあげてください。